県立高校の女性教諭がパワハラを苦に自殺した問題で村井知事は県教育委員会がパワハラの処分基準に免職を追加することについて適切な判断だとの考えを示しましたこの問題は2020年県立高校の30代の女性教諭が同僚の男性教諭からパワハラを受け自殺したものです 県教委が女性男性教諭に下した停職3ヶ月の懲戒処分について軽すぎるといった批判が相次ぎ県教委は新年度からパワハラの処分基準に免職を追加します村井知事は処分を出してから基準を改定したプロセスについてあくまでも一般論と前置きした上で適切だったと述べましたルルールの範囲内で 厳しい判断をして、それでもやはり足りないというのが、えーまあ、今の世の中の流れであるということでより厳しい基準に変えたということでありますので、一般論でありますけれども、私はあの間違った判断ではなかったのではないかなというふうに思っております一方、女性教諭の遺族が求める第三者による検証については、県教委に判断を委ねるとしました。